在ゲーム界隈で大流行中のスイカゲームというスイッチでプレイ可能なゲームがあり、このゲームでとんでもない記録を叩き出した加藤純一さんとモコーさんを解説。スイカゲームとは任天堂スイッチで比較的低価格でプレイ可能なゲームとなっており、同じ果物をぶつけてスコアを叩き出すものなのですが、このゲームにおいて加藤純一さんが3599点を取り世界60位、そしてモコーさんがスイカ作成で RTA 日本1位の記録を出し、ゲーム配信者の中でも名前が知れ渡っているこの2人がとてつもない記録を出した姿に魅力を感じます。